ここからは番組冒頭でもお見せしたアジサイの様子を詳しくご紹介していきましょう。中継先の柿田さん。さあ、番組の冒頭に素敵な映像をお送りしましたが、この絶景をご覧ください。いかがですか？こちらは岐阜市内から国道256号を北に県道52号線経由でおよそ70分の関市板取にある21世紀の森公園です。いや、一面青いアジサイがとっても綺麗ですね。本当はもっとたくさん咲いている場所があるんですが、今日はちょっと雨が降っているので、この屋根から見える景色からお届けします。さあ、このアジサイについて板取事務所の安井さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おはようございます。さあ、もうこのアジサイとっても綺麗ですね、はい、この板取地域はアジサイが有名なんですか？はい、有名です。どういった経緯でアジサイが有名になったんでしょうか？それは昭和50年頃に当時の村長さんが板取をお花でいっぱいにしようということを考えられまして、地元の自治会をはじめ、子どもたち、それから老人クラブなどが全員がアジサイの苗木から一つ一つ植栽して今日に至るっていう感じです、はい、これは自然に育ったものではなくて植えられたものなんですね。そうなんです。あ、そうなんですね。これたくさんのアジサイがこの21世紀の森公園に向かう途中にもあったんですけれども、はい、何かこう道沿いにアジサイがずっとあるんですか？そうですね、およそ24キロにわたって、はい、道の両サイドに植栽をしたので、これをアジサイロードと呼んでいます。24キロもあるんですね、はい、そうなんですね。いや、本当にこの場所は青いアジサイが目立つんですけど、はい、いろんな色がありますよね。そうですね、やはり土壌の関係で青とか赤とか白とかピンクとかにあります。アジサイの種類もあるんですか？そうですね、板取はほとんどがサマーアジサイですけれども、ガクアジサイもあります、うん、そうなんですね。そんなこの板取の名物アジサイをもっと楽しむことができるイベントがあるんですよね。そうです、明日29、30日の両日に板取アジサイ村フェスティバル2024を開催いたします。先日エリアトピックスでもあじさい村の村長に就任した小学生の子が PR してくれましたが、もう一度イベントの内容を教えてください。はい、あじさい村フェスティバル2024では、地元の味が楽しめる、味横丁、さらに、地元の文化協会や、アマチュアバンドなどのあじさいステージ、さらにあじさい広場といたしまして、魚のつかみ取りやアジサイの挿し木工場、それからネイチャーハイクなどを行います。さらに、はい、両日とも11時から先着100名様にアジサイの苗木の無料配布を行います。それを無料でいただけるんですか？そうです。そうなんですね。じゃあもう2日間イベントを楽しむもよし、このアジサイの苗木をお家に帰って育てるのもまた楽しみですね。そうですね。はい。イベントの開催時間を教えてください。はい。両日ともに10時から16時までです。こちらの会場には駐車場はあるんですか？はい、あります。こちらの会場の下にグラウンドがございますので、そちらに車を止めて、こちらの会場までお越しください。またシャトルバスも出ておりますので、板取事務所から、こちらにいらっしゃることもできます。なるほど。もう明日から始まるイベント、まさにもうアジサイと板取地域を楽しむことができますね。そうですね。皆さんもこの今が見頃のアジサイと一緒にイベントも楽しんでみてはいかがでしょうか。さて、今日は関市の板取から今が見頃のアジサイとイベント情報についてお伝えしました。安井さん、柿田さん、雨の中ありがとうございました。ブルーのアジサイがずらっと咲き誇っていて、とっても綺麗でしたね。24キロにもわたって咲いているとは驚きでした。現在フォトコンテストも開催されているようでして、私もインスタグラムでハッシュタグ検索してみたんですけれども、すでに素敵な投稿も上がっているようでした。そして週末のイベントも内容盛りだくさんで、お子さんから大人まで楽しめそうですね。関市板取の21世紀の森公園特設会場で行われるあじさい村フェスティバルは明日29日土曜日と30日日曜日の午前10時から午後4時まで開催されます。ぜひ足を運んでみてください。